どうもココリア TV です。今日はですね、一番オルちゃんっぽく見える髪色は何色なのかということで、今まで私がしてきた髪色とかをの画像をちょっと入れつつ、ちょっと比較していきたいなと思っています。まあ、韓国といえば黒髪っていうイメージがすごく強いと思うんですけど、なので私も結構黒髪にすることもすごく多くてですね、昔は実は私すごいもう金髪がトレードマークというぐらいずっと金髪だったんですけど、本格的になんかいろいろ雑誌だったりとか SNS とかでブログを書くようになった時にはもうすでに黒髪だったので、結構黒髪のイメージがすごく強い人が多いと思うんですけど、なので前髪をまだ切ってない頃なんかもう黒髪だったりとかしますね。だから未だに結構黒髪のイメージがある人も多いかもしれません。まあ韓国アイドルもなんだかんだでみんな一番最初は結構黒髪の人がすごく多くてですね、韓国の黒いは本当に真っ黒なんですよ。ちょっとダークとかじゃなくて本当になんか漆黒というかもう青いぐらい黒い感じなので、私も黒髪にするときはそういう感じでいつもオーダーしてます。そして最近、まあでも最近韓国のアイドルがですね、結構金髪とかすごいものすごいハイトーンカラー、レッドベルベットとか FX あたりから結構激しい髪色が主流になったりしていて、今回カムバックした韓国アイドル女の子たち、夏なんかはみんななんか金髪だったり髪の毛ピンクだったりとかするんですけど、まあ、実際韓国の街に歩いてみるとですね、金髪にしている人は意外と少ないですね。なので結構金髪とかにしてると逆に日本人っぽいというか目立ったりとかするかもしれないです。うん。で個人的に最近一番韓国っぽい髪色、まあ、オルちゃんっぽい髪色は赤髪かなと思っていて、私最近めっきり赤髪です。ちょっと写真っていうかこの今のこの光だとちょっと伝わりにくいのですが、実際太陽の光とかを浴びるとですね、結構赤いです。で去年の夏なんかは本当にもう思いっきりブリーチ2回ぐらいしてめちゃくちゃ真っ赤を入れたんですけど、まあ赤を入れるときは基本私マニックパニックとかそういったもので入れるんですけど、今回もですね2回ぐらい全ブリーチをしてからの上にカラーを重ねているので、まあ逆に最初は濃い深い赤なんですけど、ブリーチしてる分洗っていくうちにちょっと薄い赤になっていく感じですね。で結構ね、赤髪にしてからですね、その赤髪が結構韓国っぽいっていうのが結構みんなに浸透しているのか、赤髪にしていると韓国好きなんですかとか韓国っぽいとか韓国人みたいって結構言われるようになりました。なので個人的に今一番オルちゃんっぽく見える髪色は赤髪なんじゃないかなと思っています。まあでも基本は黒髪なのかな。私も多分最終的には黒髪に戻そうかなとも思っているんですけど、うん、オルちゃんっぽく見えるやっぱり髪色は黒か赤、この2色かなと思っています。まあもちろん金髪にしている人もいるんですけど、オルちゃんモデルなんかとかオルちゃんのインスタなんかを見てるけど、みんな基本真っ黒か、まあ、赤とかですかね。なのでちょっと髪色を変えたい、夏に髪色を変えたいなんて思っている人は、うん、ぜひちょっと赤髪とか挑戦してみてください。で例えば髪の毛染められないとか、ね、学校が厳しくて、私もそうだったんです。高校時代とか学校とても厳しかったので髪の毛染められなかったんですけど、今って黒髪もすごく可愛いしオルちゃんっぽいので、無理に染めて髪を傷ませなくても黒髪でオルちゃんっぽくってすごく映えると思うので、なんか無理に染めなくてもいいのかなとも思います。逆に黒を深くしても可愛いかもしれないね。なのでちょっといろいろオルちゃんっぽい髪色をぜひみんなも挑戦してみてください。以上でした。じゃあね、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、オルちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。